どうしようです。よかった前回に続きやっていきたいと思います。今回なんですが、スポーツクラブ続きやっていきたいと思います。今もスポーツクラブやりまくってるんでね。まあ、バトル GP。で、今回は勝ち抜きバトルとりあえずね、まあ、無限級、今、とりあえずま、これやめといて、まあ、ボス、ミッションバトル、ボスラッシュ行こうかな、やっぱり。うん。これクリアしたんで、次。え？上限が整ってない？何？どういうことや？出てないぞ。人面剣だけ倒せ。おう。これやらなあかんのかな、もしかしたら。ミッションバトル、必殺技なしで勝て。まあ、これ行きましょう、じゃあ。あ、これ S ランク使えるんや。まあ、パーティーこんな感じで。おなじみの。行ってやろうじゃねえかよ。レベル99がいけるんじゃん。謎のおじさん、必殺なしで勝て。おほほ、お主にこのお題が達成できるかの。やってやろうじゃんかよ、この野郎。デレデン。ファイト。いざ勝負。お、結構なんかやばそうなやつおるぞ。結構強そうやな、こいつら。いけ。カブン、カブン、カブン、カブン。おお、全員。オッケー、いけ。とりあえず次、火に弱いやつおるやろ。こやつだね。このプラチナさんをやろう。早っ。じゃあ次はこいつだ。よし、炎弱い。熱い、焼く。焼いてやったぜ。ガガー、強し。余裕やな。レベル何本ぐらいなのか分からんけど。かなり楽にいけますね。にゃん。レベル99じゃないっぽいな、こいつら。何レベルなの？まあ、かなり楽勝ですね。オッケー。なかなかやるの。お、いいね。結構ええのくれるんやな、こいつら。しかも。やるね、君。さて、どんどん行こう、これ。ミッションバトルどんどん行きましょう、じゃあ。ミッションバトル、次、E ランクでお金だけで勝てる。これちょっとややこしいな。S ランク、ウルトラハイレベルなバトルでーす。あ、これでいいやん。誰も死なずに勝て。うん、これの方が楽やわ。いけい。E ランクだけの妖怪ってことは、E ランク妖怪、強くせなあかんな。はっはっは、結構むずいかもしれん。E ランク育ててないからな、俺、あんまり。多分、ジバニャンも D やった気がするけど、E ランクって誰なんやさ。結構きついかもしれん。ガガー。うん、これやな、最初。最初、とりあえず枯らしてもらう、こいつを。ガー、風魔剤、縫え。おー、全体的にあれやな。狙う、こっち。うぜえ。うぜえ、うぜえ、うぜえ。よーし。せい。攻めの陣形でいくか。あ、何回でも帰れるやん、ここ。いったるでー。強し、めぐれ強し。かなり敵が弱いというか、まあ、うん、弱いな。こんなこと言っちゃあれだが弱いな。じゃあな。へい、へへへい。やっ、でもレベル60ぐらいっぽいな、70とか。うん、間違いな99ではない。てててててん、チャラテン。なかなかやるの、見事にお題達成じゃ。絶対これ謎のおじさんなんやな。深いガンパいらん。秘伝書くれ、秘伝書。いいや、やるねえ。よっぴー。よ、よっぴー。お次は、ミッションバトルの、人面剣だけ倒せ。おう。狙っていくか、これは。まあ、これ狙っていけばいけるんじゃん、普通に、こんなん全然。おはは。謎のおじさん、こいつ誰なんや、こいつ。何もや、これは、それで。誤り倒し？何あいつ？あ、なんか、なんだっけ。一旦ごめんの、なんか、派生系みたいな。あーい！すいません！すげえな。誤り倒しと。なんか気持ち悪い。なんかムカデみたいな顔してる。地味に。終わった。これ余裕やな。うん、余裕。
あざす。真面目にいきます。3個ずつくれるのが熱いよな、結構。しかも結構300ポイントで結構でかいっていう。サクサクいけるな。よし、次行こう。本気よかだけだから、ワンスよかだ。ニョロン族だけ。ややこしいな、またこれも。味方の妖怪全員をお払いすると、勝利のお払い好きのたまらないバトルです。あ、これでも簡単やな。よーし、行くか。はっはっは。やってやろうじゃないか。サクサク行くぜ。おー、すげえ、なんかお払い。あ、お払いできるんかよ、こいつ。お払いできるんや。一人一人お払いしたやつを。おー、ラッキー。うん、いいぜ。へへへへへへへ。へい。オッケー。終わった。もう勝ったでしょ、これ。あ、相手取り付き系のチームや、全員。バカー、あるでー。オッケー、へい。ふいふいふい。誰こいつ、誰かわからんかったし。ヘコキムシみたいな。おならず者のちょっと色違い。ちょっと汚くなったバージョン。なかなかやるの。お猿の輪っか。これでは進化しなくなるっていうアイテムですね。まあ、あんまりいらんかな、正直。進化した方がええしな。よし、次は。お次はと。おお、鬼の、最強の鬼の凄まじい猛攻、1分が耐え続ければ勝ち残ってる。なにこれ？めっちゃおもろそうやん、これ。鬼の猛攻に耐えろ。なんだこりゃ。ほう。最強の鬼って黒鬼？まさかの。それないか。うわ、黒鬼来た！黒鬼さーん！倒してあかんのかな、これ。普通に勝てそうやで。あ、ダメージ自身食らえんのか。余裕で耐えれそうやな、これ。あ、いけるわ。余裕やな。オッケー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 。もう半分来たぞ。全然攻撃してこへんな。でも、クローニでかいな。相変わらずでけえな、こいつ。強え。あ、アスカたまに。ちゃんちゃん、おお、やるやんけ。お、めちゃくちゃやった。倒したい。クリティカルで133食らうんやな、一応。勝ったぜ。これ10分とかでも耐えれそうなイメージあるけどな。結構余裕やった。なかなかやるの。おい、ね、キジの森、ゲット。あざす。お守りグッズ、あざす。では、次は。何しようかな。ミッションバトル。HP1 の状態から勝て。マジか。これ結構やばない？これ結構やばい気するけど、いけるんかな。まあ、正直、先手で行くしかないやろ、これ。回復役おるけど、あんま当てならへんが、あとはまあ、ネタバレと、このビスケが避けてくれると熱い。敵何体？あ、逆に熱いかもしれん。俺を引っ越した。倒せ倒せ倒せ。よし倒した。いけるいけるいける。火に弱いこいつ。いけ、焼け。あっ、よっしゃ。よし、頼む。ナイス。ウソップ、倒せ。フレア。うわっ、こいつは弱えぞ、攻撃は。あー、こいつは弱く設定してあるんや、能力自体は。だから1回回復したら OK や。これ弾食いとかこの辺めっちゃ強いよね。えい、OK、楽勝。敵のレベル低かったな、だいぶ。これ敵のレベル高かったらやばいけどな。おお、結構熱い、これ。攻めは熱いよ。攻めとこの、術は熱いからな。はい、行きまーす。ミッションインポッシブル行きまーす。ミッションバトル。1ダメージも受けずに？何これ？これめっちゃむずない？これ、こんなの。これめっちゃむずいぞ、これ。ちょ、一回行ってみるか。ダメージを受けずに勝て？もう意味分からへんレベルなんやけど。はっはっは。お主にこのお題が達成できるかな？攻め陣形でいった方が早いな、これ。絶対攻めるべきやな、これ。
むずい。むずすぎやろ、これ。なんやねん、これ。あ、なるほど。わかったぞ、これ。なるほどな。俺の攻略候補わかったわ。先行玉や、これ。先行根や。つうわけで、これ先行根の人任せ人使って勝てるわ、これ。うん。今だけ使わせてもらおう。せっかくゲットしたの、あいつ。このチート。こいつを使えば、いけちゃうよね、これ。きっといけちゃうよね、これで。これで。これで先手必勝の攻撃しかけりゃいいんや。なるほど。このチートを使わせてもらおうじゃないか。攻略見えた。これいけるやろ。でもこれ多分先行根全員に持たすとかせんかったらきつ、結構きついと思うんやな、これ。しかも人任せにめっちゃ行動早かったからな、あいつ。あいつやたら早いから行動が。こっちも早いやつでいかへんかったらきつい。と思われる。いけい！よっしゃ、人任せ。人任せ。おい、人任せにめっちゃおる。これヒントなんかな、人任せにこんな使ってやるってことは。人任せに使いなさいよっていうヒントかもしれない、もしかしたら。すげえ。無限人任せコンボ発動した。やばいやばい。やばいやばい。人任せコンボ最強。来た。そういうことやったのこれ。絶対そうやわ、これ。人任せにこんな技で出してくるってことは、ここ絶対人任せに使えってことなのな。教えてくれたのな。はい、来ました。伝説のお守り。伝説のお守り。よし。弱った人任せに。お前の出番終わりや。お前の出番終わりだ。ご飯。ご飯じゃないけど。お前ご飯みたいな顔してへんからな。お前どっちかじゃないやろな。亀仙人かどっちかって言ったら。JK、JK、JK。じゃ、JK。JK! ここなんかやるやつあったっけな。やれそうなやつ。ここややこしい。なんか取り付き、あ、お花のやつやってみるか。時間かかりそうやけど、まあまあ、いけるやろ、多分。ミッションバトルか簡単やな、これ、だいぶ。お払い。あ、これいこう。まあ、これは簡単でしょ、全員したいのお払い。もう楽勝に。取り憑かれさせればいけますね。ほほほ。やってやろう、ジャマイカ。さて、来い。あ、もう、初めからお払い。ありがたい、ありがたい。ないよ。よし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 。相手を倒す前にお払いしてないから。任さず。よっしゃ、行こう。いけいけいけ、行ったるで。あ、待て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 、倒すな。よっしゃー、来たー、オッケー、クリアー。来た来た来たー、クリアー、ククリアー。いいねー、術秀。術秀はいいよ。おう、やるねー。よし、こんなもんか。とりあえず今んとこできそうなやつはこんなとこですね。またこの続き、結構ピンポイントのお題なんで、まあ、ちょくちょくクリアしていきたいと思います。とりあえず、めぐれ。翔さん。翔さん、とりあえず。わうわー、特化でいきましょう、もちろん。あー、Z 武蔵もいるかな。いけにゃん。にゃまはげ。にゃまはげはやっとくべきかもしれんな。まあ、後でいいか。取り急ぎやるやつはこいつとかかな。うん、こういうのやっときたいな。切る。キル、こいつこれしかないんかよ、かき声。よし、レベルでいこう。
もう全員行ったかな。あ、もう全員行ったな。あ、レベルこんだけか。じゃあ、とりあえず、ナームハゲ行こうか。よっ名前かっこいいな。横から、横向き。いいね。オッケー。トラとおじさん、この辺もまあ、あ、もうないわ。まあ、この辺もまたいずれは、やっときたいっちゃやっときたいですね。うん、オッケー。はい、というわけで、とりあえず一旦じゃあ、今回は終わりましょうかね。今回、クローニ戦できましたね。初めて多分クローニ戦ったんで、あと大事点見とこせれば。妖怪王子バスターズは出てくるんですけど、今回初めてクローニが出てきた。まあ、弱かったっすけどね、クローニだいぶ。あ、見れてない。クローニ出てきたけど、見れへんねん。くそ。どこで出会うんや、こいつ。まあ、いいけど。で、次ですが、ボスラッシュが出てないから、一旦スポーツクラブ終わりにして、違うことやっていこうかなと。条件整ってないもんな、これ全部。なんでないの。他のことやっていきたいと思います。とりあえず、次やっていきたいこととしては、まあ、指名手配妖怪、ライオンがいるんで、このライオン。いるんですよ、今。薄っぺライオン。本を全部読まずに読書感想文書いた罪。ようやった、俺も本読んでないのに読書感想文書いた、俺も。これとか、あとまあ、ブリ対象ね。あと、まあ、ロボ系妖怪もあるし、結構あるんですよ。うんちくまとかね。なんだかうんちくまってやつ。レジェンド妖怪でいるらしいんで、そいつを解放するのとか。あとまあ、なんだかなと。ちょっと覚えてないけど。まあなんか結構クエストがいっぱいあったと思うんで、それ一個一個やっていくのがあるんで、とりあえずやることいっぱいあるんで、まあそっちの方を順番にクリアしていきたいと思います。はい、というわけでとりあえず今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。